古橋、秒読み。デイリーメールでは、この29歳の選手に対する正式なオファーはまだ行われていないが、シティの興味は本物で、数日中に移籍する可能性があるとも指摘されており、今後の動向に注目が集まる。あと数日でシーアウィーゴーだろうな。シーア強豪、来たー。おー。今マンチェスター空港にいるけどなんか騒がしいから見たら水色ジャケット着た古橋が出てきた。薄付け証拠写真派？スカイとアスレティックの記者が言ってるからなぁ。おほうこで決まるやろ。神戸時代の監督のリージョがシティにいるのか、くぼり箱より現実味があるな。古橋パラシュート、蒲田ハイクシティ行くんだよー。